パリオはフィアットが製造・販売していた自動車である。発展途上国を主要市場として開発された。フィアットのプロジェクト178の一環として1996年にブラジルで発売されたパリオはハッチバック、セダン、ピックアップトラック、ステーションワゴンの4モデルが製作され、諸外国の市場を向けに様々なバージョンが開発された。セダンはシエラ、 ワゴンはウィークエンド、ピックアップトラックはストラーだと名付けられた。プラットフォームはウーノから、エンジンはプントやブラーボから流用した。1996年にブラジル、ついでアルゼンチンの工場で生産が開始された。1997年には欧州市場向けにベネズエラとポーランド、1998年にトルコとモロッコで生産を開始した。インドではた 南アフリカでは日産が生産を担当した。2001年にエジプト、2002年には中国で開始した。パリオクロスアドベンチャー2011年11月、ブラジルにて2代目パリオが公式発表された。2017年、後継モデルであるアルゴを組み立てる。予定のためにアルゼンチン工場での生産を停止、販売が終了した。イタリア共和国とスカーナ州中部にある都市シエナで、 行われる競馬に由来する。ありがとうございます。